理やろと全然バール好きなのって。現状売れてる枚数をちょっとお伝えください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。はい、今日ですね、ZEP 新宿までの現状報告のミーティングをするので、はい、みんなに集まってもらいました。なのでちょっとそちらの部屋に入ってください。はい、お願いします。お願いします。そんなにかしこまる感じじゃなくて大丈夫です。まあ別にミーティングできればなっていうのはもちろんあるので、結構メンバーそれぞれ思うことはあると思うんですけど、まあ現状実際ちょっとまだ良くないなというか、まあこのまま行くとじゃあお客さん集まるのかなだったりとか、そうもろもろ準備も間に合うのかなだったりとか、そういうようなところも見えてきてるとは思うので、ちょっとまあまず現状の報告からですね。現状売れてる枚数をちょっとお伝えください。一番最初の先行が全部290人で、最近あった二次先行の方が、チュアチケットが12枚、一般自由席が13枚、一般スタンディングが8枚です。全部で225枚くらい売れてる計算になってます。目標はだいたい700とかですか。で次 CD の枚数がタイプ A が696枚、タイプ B が305枚、タイプ C が186枚、タイプ D が231枚で、全体販売数が1418枚で、CD の販売目標枚数が3000枚です。各個人の売上目標枚数が一応600枚っていう風になっています。なので今のところ達成してるのがはるかちゃんだけって感じです。若干、まあ、CD の枚数はあるとしても、うどっちかっていうと絶好のチケットってことですよね。それだとこのままいくと足りないよねっていう感じになっちゃうと思う。SNS だったりとかめちゃくちゃ今頑張ってたり配信とかしてると思うけど、何パーみんな今どんぐらい頑張り度的に自分の中で、じゃあはるかちゃんから自分の中では100で動いてるつもりなんですけど、多分もっと上の人たちとかもっと売れてる人たちからしたらそうでもないんだろうなっていう感覚はあります。客観視してみたら他の人とか結果とかがやっぱ200枚チケットが200とかなんで、頑張ってるつもりでもやっぱ結果出してなかったりあるんで、まこちゃんは、この間 YouTube のミーティングをした時に、いろいろアドバイスをもらったんですけど、それを聞いてなんか全然 100% 出せてないなって思って、でもまだまだそう、確かにはるかちゃん 100% 今出してるって言ってたのに 100% 出してないのは結構まずいよね。なんかそこら辺、なるほど。私も、ここ最近では100、
確かに 100% 出せてるかって言われたら出せてないかもしれないです。まあ、なんかそもそも多分 100% 当たり前で120とかもう150ぐらいみんなでやって、でチェゴとして 100% 目指すみたいな、もっとそれ以上かな。僕ら裏方の人たちから見てても誰がやってるかなんかもう一目瞭然で分かったりとか、まあその差めっちゃ分かるし、でもなんかそれもう差はあるんよ絶対。まあそれぞれどういう人気があったりとか、まあ、そういうのもあるし、それは現実だと思うし、全部が集客でチェゴのせいとかではなくて、なんか一個一個がメンバーそれぞれがまとまってパーセントって聞いたのがそのバラバラじゃなくて常にもう100ぐらい、そう、もう泥臭く自分のだって立ちたいじゃん、そもそも立ちたくて言ったことだから、まずはなんか意識をちゃんと持っていける方が、誰かが頑張ってるから私は今日いいやとか多分あると思うんだよ、それぞれ今日このぐらい頑張ったから今日ここでいいや、やめちゃおう、もう今日寝ようじゃなくて、きついよきついよ、もちろんきついんだけど、それ以上やらんと大変かなっていう、まあ特に今ここからアーティストに切り替わったりとかそういう部分があるから、そう本当に覚悟が必要かなっていう。多分一番お世話になった人もいるでしょう、思い浮かべるでしょ今一番お世話になった人で、ここにはいないよ今日いないけど、いろいろがっつりもう気合で乗り越えるとか乗り越えるし、余裕こいてたらもっといろんな人いっぱい出てくるから抜かされちゃうから、そう、そんなにあのなんか暗いモードにならなくて大丈夫ですてかむしろ構えてもらっちゃうとすごい嫌なのが、あの僕ら楽しませるの仕事だと思うんですよね、じゃない、何のためにやってる、小鳥ちゃん何のためにやってる、見てるお客さんにパワーを与えられる、うん、でしょ、多分今の暗いままでできるよねいやじゃない、映るじゃんネガティブって、だからそういうのすごい嫌だし、おもちゃんは何のためにやってる、真帆は、うん、人の心をグッてつかめるような、うん、なんか感動させられるようなアーティストになりたいっていう気持ちがあって、パワーというか元気というか、うん、はやかちゃんは、はるかももちろん見てる人にパワーを与えたりとかもそうなんですけど、この前のオーディション、このZEPのオーディションの時になんかチェゴさんを見てなんか諦めてた夢をもう一回挑戦しようと思いましたとか、うん、チェゴさんを見てもっとこうなりたいと思ったとか、なんかそういうなんか夢を諦めた人たちでも、まあ、そのもう一回挑戦してみようって思える、ポジティブに考えられる人たちにちょっと背中を押すとかもそうだし、その、まあ、さっきのチケットの券売から見て ZEPP 埋まるのか、ここで諦めないで這い上がってた人たちってすごいかっこいいと思うから、なんかそういうところを見てもらいたいなって、うん、言ってることマジ全員一緒というか、そう一緒なんですよ、同じようなことを考えてるわけだから、このポジティブはね絶対お客さんを巻き込んでめちゃくちゃ楽しいよ、絶対後悔させないよっていうライブだ、その気持ち持ってるんだったらできるはずだと思うので、でももちろん大変なのでしんどいのはわかるんですけど、ポジティブを与える人間がしんどいっつったら相手もしんどくなっちゃうし、やめてください、僕ら楽しいあのエンタメなんで、そう楽しいことを届けるので楽しくやらないと、僕らが楽しくないとお客さん楽しくないんで、そうちょっと気合い入れてちょっと楽しみながら、なんかまあ今現状どう、その ZEPP に向けてそれぞれがどういう感じでなんかこう試行錯誤してるというか何をやってるかみたいな、まず事務所からノルマ、うん、CD のノルマを600枚って言ったら無理やろとだって今までグッズ600枚も売ったことがないし、それでもやっぱその自分的にはなんか確かに
その言葉で言うのは簡単だし、言葉で言って自分のマインドをこう操るともできると思うんですけど、はるかは結構結果が全てだなと思っている人だから、なんか600枚をどう達成させることをリリースイベントでは挑戦してたのと、あと SNS とかで言うと、やっぱりまあ基本的なところから言うと、その配信をするとかで、配信を2年ぐらい前は毎日やってて、その時の方が全然集客できてたっていうか、チェゴを見たい人、はるかを見たい人たちがたくさん来てくれてたので、なんかそれをもうちょっと再開させようって思って配信してるのと、チェゴで知ったきっかけがやっぱオドなんで、そのオドを超えるような作品を作ったりとか、あとショットガンもそのチェゴの良さを引き立つためにどうしたらいいんだろうって考えたりとか、そのチェゴの方ではチェゴのそのイベントをこなすとか仕事をやるとか撮影するとかなんですけど、個人の方ではなんかそういう考えがあって今動いてたんですけど、なんかこうやって喋ってみると、なんかあれ、なんかもっとできることあるなみたいな感じで思ったから、なんかもっと自分がこうこれに挑戦したいとか、これやった方がファンのみんな喜ぶよなって思ったことがあったら、自分から動いてちょっと一つのことに精一杯になりすぎず、まあゴールが決まってるので、全部700人埋める、あと500人なので、もう数字的なところから見てもあと500っていう数字でかいから、ちょっとそれをゼロにできるように、チェゴに興味を持ってくれたファンの人たちに後悔させないようなステージを作れるようにもっと頑張れるなって今思いました。正直ちょっとこのこと言うのはあれなんですけど、私はもう目の前のことをクリアするのにいつも必死でやって、1個のことしかできなくて、ちょっとそこの意識をもっと幅広く見えるようにしなきゃなっていうのをすごい思っていて、でも真帆は、まあ、もっとなんか歌で真帆のことを知ってくれる人を増やしたいなと思って TikTok の投稿頑張ったり、まあ、まだまだ足りないんですけど、あとは配信で来てねってやったりとか、あでも真帆はチェゴの中でもボーカルなので、一番泥臭くやる動画をやりたいなって思ってます。真帆がやっぱ歌を引っ張っていかなきゃいけないって強くすごい思ってて、最近の新曲とかもね、そう真帆が一人一人ディレクションっていうか、いろいろねそこら辺手伝ってたんで、うちらが歌い練習しやすいように軽い仮歌全部やってくれたので。かねちゃんはどう？私は YouTube 担当なので、うん、その企画系何やったらいいんだろうとか、うんうんうん、そういうショートも TikTok もこれ今日これ撮りたいとかっていうところと、あとロードトゥーゼップなんで、今起こってるこの出来事を早く皆さんにお届けしたいので爆速編集大事だよね、そのためにみんな何をやってるかはね、それ編集がありきで出るからね。なんか前まではあんまり配信とか、うん、SNS とかがこの職業なのにすごい苦手、うん、であんまりその投稿とかもしてなかったんですけど、今は投稿頻度を上げて、あと配信もチケット呼びかけながら配信をしたりしてるんですけど、でもそこに結果は全然ついてきてなくて、うん、ちょっと工夫が必要だなっていう、うん、思ってる。そうだよ、大事す。今こうやって自分が何をやってるかって思い出したりとか、なんて聞いたかっていうと、まあ本当にそうなんか忘れちゃうんですよ、自分がやってることってすぐ。だから本当に今やってること紙にバッて書くだけでもいいし、今ね、今聞いてるだけでもみんな最終的に言ってる共通点が3つあるんですよ。そう、だから言ってることは一緒かな。何をやるべきかっていうのをちょっとみんなでミーティングして決めたいと思います。
でポジティブですよそんな暗くな、ね、ここからももっと楽しくしなくちゃいけないから、はい、そう。なんか今その自分たちが ZEP に向けてやってることをめちゃめちゃいろいろ喋ったけど、うん、なんか ZEP 埋めるためにそれ当たり前じゃないって自分で話すとも思ったし2人も聞いてても思って、なんかそれで精一杯って甘えてるよなって、はい、だって昔のその無所属のチェコの方が絶対もっとなんか YouTube とかもこうしたりしてみたいな話できたし、うん、結構甘い、自分たちの考え甘いなって、多分絶対ファンの人たちも思ってると思う。このままだったら確かにちょっとがっかりしちゃうかもね、うん、でもある意味そのために読みました、うん、あれもっといけんじゃないって思わない。そう、でもそのぐらいでも過去最高を見せなくちゃいけないわけだから、そう、なんかそこに今気づけただけでもめっちゃでかいし、ちょっとねそれを踏まえて、恥ずかしいっすよまだこのままじゃなんでそこの作戦会議をみんなでしましょう、はい。